カマツカは、コイメコイカカマツカアカの魚類の一種。日本では、岩手県、山形県以南の本州、四国、九州に分布する。国外では、朝鮮半島や中国北部などに分布している。体長15から20センチメートルほどの細長い、体と、長く、下に尖ったフンが特徴。フンの下には一体のヒゲがある。 主に河川の中流、下流域や故障の砂底に生息し、水生昆虫などの底性の小動物や有機物を底砂ごと口から吸い込み、同時に砂だけをエラブタから吐き出しながら捕食する。繁殖期は春から初夏にかけてである。おとなしく臆病な性質で驚いたり外敵が現れたりすると、 底砂の中に潜り、目だけを出して、身を隠す習性があることから、砂掘り、砂潜り、砂潜りなど、また生態が海水魚のキスに似ていることから、カワギスなど、また災害から勢いよく砂を吐き出す仕草から、砂吹きという別名もある。カマツカは、微味な白身の食用魚としても知られ、日本での主な調理法は、塩焼きや甘露煮、天ぷらなどである。なお、 体長20センチメートル近くの大きな個体については、刺身でも食べられると言われているが、淡水魚には寄生虫の危険がついて回るため、生殖は避けた方が無難である。朝鮮半島では、モレムジと呼ばれ、全州市などでは、辛口のスープで煮立てたオがりリ炭という料理の材料にもされる。また、その愛嬌のある外見や、仕草、習性から、 干渉魚として、または、熱帯魚や金魚水槽の底砂掃除係として、カマツカを飼育している人も多い。ただし、水質の変化に敏感な上、臆病で神経質な性格のため、安定した長期の飼育には、ある程度の知識と経験が必要である。他の魚と同じ水槽で飼育する場合、本種まで餌が行き渡らないことがあるので、十分注意する必要がある。 ありがとうございます。